第13レースいきましょう。1コースからは日本代表森拓也選手、2コース日本代表竹原隆之選手、そして3コースからはインドネシア代表コーマン選手。ではセクション1についてシグナルに注目。さあ以上、イエローと並びました。3台のマシン、さあこれ今、さあ3コースのマシンがトップですね。インドネシア代表コーマン選手、非常に走り3-2-1と並んでおります。このままどうなるでしょうか。いきますよ、レーンチェンジですね。次はさあトップの黄色いマシン、バランシングストレート抜けた。さあ上り切れるか、これはスムーズですね。後ろからピンクのマシン、2コースも来てるんですが、なかなか追いつけない。さあこの辺りどうでしょうか。さあバランシングを終えて、だんだんと距離が縮まってきました。2コースはここでやると、アンダーサーはドアピアサー、ドディやはり3コースが強い。これは一発で決めるんでしょうか。ランプ、さあトップは3コースのハンダーショット黄色いマシン、インドネシア代表コーマン選手。さあ難しい距離表はあと1つここですが、クリアしました。アンダーロアルビアシャドリーサンドアラさあ、一瞬で一気に戻ってきました。2コースが前を走る、2コース1コースの順番です。さあ、トップの2コース、ここはさっきよりもリードを広げてますね。さあ、一瞬で1コースが1コース以外です。さあ、コースアウト、2コースはここで完走しなければいけません。さあ、インドネシア代表、進出なんでしょうか。いや、sangat luar biasa, Dodi. Sangat luar biasa, Dodi. Mini 四駆 World Challenge 2019 Final. Start. Mini 四駆2019年のナンバーワン、世界ナンバーワンの記録ですが、今スタート。さあ、その戻り道、トップとゴム、今1回、どのマシンだ、1周目、あーっと、ハークボックスで1台リタイア。さあ、トップに戻ってきたのは4コースだ、4、1、2コースの順ですね。さあ、まだもう1台後ろもいるぞ、まだこの後順位変わってきそうだ、現在2周目。さあ、トップを走るのは現在2コース。さあ、まだ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 、2位のマシンとぴったり並んで、2コース、1コース、2、1、5、4、ここまで微妙だ。さあ現在3周目、2コースのトップは一度に変わらない。オレンジのマシンがホンダワンに勝ちリードして、もっと近くを待ってた。さあ日本代表沢本選手がトップを奪ったぞ、1コースだ。さあそして今2コースはレーンチェンジ、そして5コースも上がってきた。1コース5コース1コース5コースの順でファイナルラップに向かう未来のマシン。さあトップはまず1コースだ、ファイナルラップ入った、5コースも来た、5コースが来た、上がってきたぞ、5コースだ、1コースだ、最後はどっちだ。2014のワールドカップ上道選手が上がってきている、5コース5コース5コースが待ってる、最後は5コースゴール。おめでとう、ミニ四駆ワールドチャレンジ2019優勝
第3位は4コース、コーマン選手。おめでとうございます。それでは、スタッフの指示に従って、選手の皆さんは表彰式までお待ちください。よし、一旦マーシャル下げます。